こんばんちゃ、FF 大好き、ウエチです。今回は、ファイナルファンタジーピクセルリマスターを僕がプレイして、どう思ったか、どう感じたか、これから出るファイナルファンタジー4、5、6について語っていこうと思います。まず、FF1、2、3、共通して言えることがあります。正直ファイナルファンタジーの作品昔の方が好きだったって言ってしまう、世間では解雇中って言われてしまうような方々いると思います、まあ、ちなみに僕のことです。そういう方々はあのドットの絵がいいんだよ、あの雰囲気がいいんだよ、一歩前に出て剣を振るだけでいいんだよ、だのドットに関しての熱い気持ちがあると思うのですが、ご安心ください。ピクセルリマスターって言っている以上完璧でございます。ご覧ください、この綺麗なドット絵、つい最近出たゲームですよ。ゴリのグラフィックを使ってるわけではございません。昔のドットをただ綺麗にしました。こんな感じでございます。いかがですか？今までよりも綺麗に見えるけど、ドットって思いませんか？なので、グラフィックに関しては問題ありません。ただ、昔のファイナルファンタジーってめっちゃむずいやんって思う方いると思います。まあ、むずいって言われるゆえんはいろいろあると思います。例えば、敵がそもそも強い。ダンジョンが長くて、セーブポイントがなくて、全滅してしまう。いろいろな理由があると思いますけども。安心してください。ピクセルリマスターからは、オートセーブ、中断セーブ。まあもちろん通常のセーブもあります。オートセーブ、フロアを切り替えたタイミングで、オートでセーブされます。そのため、どこかダンジョン内で全滅してしまったとしても、その全滅したフロアの入った瞬間からやり直すことができます。なんて優しい機能なんでしょう。さらにどこでも中断セーブできるので、ボスの前で中断セーブしておいて何度も何度も挑むということも可能となります。FF やりたいけど、やる時間ないなぁ。FF 長いもん。って思う方いると思います。ご安心ください。まず、道がわからない。迷ってしまう。だから時間がかかってしまうという方に朗報。マップが非常に見やすくなってます。さらにこのマップ、街の中の宝箱の数まで表示することができます。なので取り忘れの確認等もできます。さらにダンジョン内のマップでは、開いてみたらどこに宝箱があるか、どこに階段があるか、すべて見渡せます。なので迷うことなく行きたいところへ突っ走ることができます。そもそもなぁ、街に入っても歩いてるし、ダンジョン入っても歩いてるし、安心してください。ダッシュできるようになっております。街の中、ダンジョンの中、走ることができるので、移動に関しては思っている以上に早く進むことができます。でもファイナルファンタジーってさ、レベル上げなきゃダメじゃん。レベル上げだるいんだよな、時間かかるし。ご安心ください。ピクセルリマスターには、オートバトルというものが入っております。このオートバトル、何かというと、その名の通り、戦闘をオートでやってくれます。つまり、どういうことか。前に選んだ技を使い続けてくれます。例えば、主人公は戦うを選んでいる。で、オートンにした場合は戦うを使います。車同士がファイヤーを全体にかけます。で、オートバトルをオンにします。そうすると、次のバトルでも、その次のバトルでも、オートバトルがオンからオフにされない限り、ずーっとファイヤーを全体かけ続けます。このようにカーソル記憶されたままオートでバトルをすることができます。さらにこの戦闘速度がちょっと速くなっております。どれぐらい速くなってるのって言われたら 1.25 倍、1.5 倍ぐらいは速くなってるかと思います。実際どれぐらい速くなってるかっていうのは数字では言えないんですけど、体感めっちゃ速く感じます。想像してみてください。FF1 はオートバトルでレベル上げ。FF2 はオートバトルによって剣、魔法、盾等のレベル上げが簡単にできます。そして FF3 ではジョブの熟練度を簡単に上げることができます。では皆さん想像してみてください。これから出るファイナルファンタジー4、5、6、オートバトルを使えばどういうことができるでしょうか ?4 だったらセシルが試練の山でレベルを上げることが簡単になります。5だったらバル城の地下、石像に対してパーティーみんなが金の針を使ったまんまオートバトルにして垂れ流すことができます。オートバトルでオートボウガンを選んだままバナン様は祈るを押したまんまレテ川をぐるぐるするのはいかがでしょうか。簡単にレベル上げることができます。簡単にアビリティポイントを稼ぐことができます。このようにあまり時間のない人でもストーリーだけ追いたいなっていう方でもピクセルリマスターのこのオートバトルという機能は非常に便利なものとなっております。さらにファミコン時代は持ち物が制限されていたり使い勝手が悪かったりしたものがちゃんと一掃されて使いやすくなっております。主に道具の部分がやりやすくなっております。
もちろんファイナルファンタジー1、2、3もともと面白い作品だったため、私ウエチーは、非常に満足しております。ウエチーにとっては100点満点のゲームでございました。これから4、5、6が出ますが非常に楽しみにしています。ぜひぜひ今悩んでいる方も1だけやってみようかなとか、9月9日に出る4やってみようかなとか、この作品やってないからやってみようかななんて少しでも思ってみたら、このピクセルリマスターで始めてみてはいかがでしょうか。ぜひ光の戦士になりましょう。ありがとうございました。